矢崎バレンテー FC は、静岡県島田市を本拠地とする社会人、サッカーチームである。1967年、矢崎創業の関連会社である、矢崎景気島田製作所を母体に、矢崎景気島田製作所サッカー部として、発足、1995年に、矢崎バレンテー FC に改称した。バレンテはポルトガル語で、投資を意味する。所在地は、島田市だが、 同市内には、東海リーグの公式戦開催要件を満たす、芝生グラウンドがないため、ホームゲームは、藤枝市や八重洲市で開催している。1995年、東海社会人、サッカーリーグに初昇格。2000年、東海リーグ初優勝。第24回全国地域リーグ決勝大会では一時、ラウンド2位で敗退。2004年、2回目の東海リーグ優勝。 地域リーグ決勝大会は一時、ラウンド2位で敗退。2007年、東海リーグで準優勝し、地域リーグ決勝大会に出場。一時、ラウンド初戦で、ニューウェーブ北九州に、PK 戦で敗れ、北九州に勝ち点1を呼ばず、グループ2位で敗退。同年の全国社会人、サッカー選手権大会で準優勝に輝く。2008年、 東海リーグ2位の成績で第32回地域リーグ決勝大会へ出場したが一時ラウンド最終戦で FC 町田ゼルビアに PK 戦の末敗れ町田に勝ち点1及ばずグループ2位で敗退この年は駿河カップ争奪静岡県サッカー選手権大会決勝で浜松大学を4-2で下し初優勝を飾ったが 天皇杯全日本サッカー選手権大会静岡県代表決定戦は、本田 FC に0から2で敗れ、天皇杯初出場はならなかった。2009年、3回目の東海リーグ制覇。しかし、第33回地域リーグ決勝大会では1次ラウンドで3連敗し、グループ4位で敗退となった。2013年は、東海リーグ一部で最下位であったが、 マリアス工業とアスルクラロヌマズの JFL 入会に伴い残留。1998年度までの勝利時の勝ち点配分は2で、現在の配分は3となっている。ありがとうございます。